今ほとんどの住宅でフローリングを使われているという、まあ、事実フローリングがメインの住宅がほとんどなんですけれども、そのフローリングのお手入れというのが従来であればワックス掛けというのが、そうでしたですね、1回の費用がまあ10万円ぐらいだったとしても、大田竹也さんは1975年福島県に生まれました。幼くして両親は他界、16歳で職人になることを決意し、地元を離れ修行に出るも厳しい試練を強いられることとなりました。親方や先輩の厳しい訓練、その経験からいつか誰もが不安なく一生懸命やればやがて報われる、そんな環境を居場所を自分自身の手で作り出すことが太田さんの目標となっていきました。その具体的手段として出会ったのが営業という言葉でした。自分に何ができるんだろうという可能性を深く考えたときに、やはりまあ営業をやってみようと。訪問販売の営業って原点なので、まあ、そこを経験してまず営業という世界を知りたいというのがまず始まりです。たった半年で夢が自分が独立する社長になるという夢が、まあ、営業の世界に入って叶ったというのが今の本当の原点の原点ですね。スタートラインですね。創業したのは1996年、チャンスが訪れたのはそれから13年後の2009年のことでした。 EP コートを開発、これを機会にジェブは急成長したのです。みんな正しい情報を正しく伝えるということを諦めて、目の前の収益、目の前の売り上げを取りに行った結果、私がその13年間待ち望んでた商品を手にした段階で、誰も右習いとして同じ商品を売るっていう機会を損失してしまったと。信念があったんです。お金儲けではない信念、これ何かっていうと事実を伝えるっていう信念ですね。成長の中で太田さんが特に重きを置いたのが意識、志、理念といったことがいかに人々の大きな支えになるか、そのことを若い頃の経験から学び取っていたのです。エコ商品を通じて社会全般に貢献します。株式会社ジェブの運営、維持、成長、それ自体が太田さんのチャレンジです。しかし彼はさらに仕掛けます。不動産情報サイトマイスマの立ち上げです。ユーザーが本当に知り得たい情報ってどこにあるのか、そこにやはりたどり着くため の、プラットフォーム作り、サイト作りを、チャレンジといえば2014年もう一つ新しい取り組みがありました。 EP コートのショールームと一体化したカフェの立ち上げです。やはりまあコーティングってどうしても知らない人が大多数なので、その一方でコーヒーを飲みたいっていう人ってどれほどいるかって言ったら、まあ、明らかに違うので、まあ、お客さんに来ていただくきっかけを作りたいなっていうのがまずコンセプトとしてフライング操作のオープンに至りました。例えば30年間こう耐久性があるということで売り込んだ商品であればですね、その30年間やっぱり自分たちは責任を持つということになると、なかなかこのそういう視点からやっていくと嘘がつけなくなってくるというかですね、そうですね、情報も正確なものを出さなきゃいけなくなってくると。お客様に30年耐久の商品を売るということは、30年間やはり面倒見ますよという、そういった気持ちでやはりいないと無責任な販売になってしまうので、まずは会社が100年続く企業体質を作るということを目標に。ここまでご覧いただいたのは太田さんの人生のほんの一部かもしれません。ここから先は皆さんがぜひ一緒に作り確かめてみてください。